広島赤十字、原爆病院メモリアルパークは、広島県広島市な各千田の日本赤十字社、広島支部敷地内にある公園。広島赤十字、原爆病院から道を挟んで南側に位置する。この項目では、公園設置の経緯に関わる広島赤十字、原爆病院及び日本赤十字社広島支部の遠隔も合わせて述べる。広島赤十字、 原爆病院改修に伴い、病院敷地内にあった広島市への原子爆弾投下に関連するモニュメントを広島支部敷地内に移転し公園として整備したものである。常時開放しており、日赤側は平和教育の場として、修学旅行生なども受け入れるとしている。面積640平方メートル。メインは被爆した旧日赤病院の窓枠、その他モニュメントに加えて、 芝生ゾーンを設けている。また、病院周辺にもモニュメントがいくつか存在している。伊賀公園内のモニュメントを示す。広島賃貸の拠点であった広島において、軍医、長瀬時平や、県令、千田正暁などの尽力により、1886年10月、下中町に広島白愛病院が開院した。これは、 東京の白愛社病院より前に開院したことになる。ただし現在日赤が公表する資料では、広島白愛病院は日赤広島病院の前身ではないとしている。この白愛病院を経営的に支えるものとして、広島白愛社が同年11月に設立した1888年受ー部条約調印に伴い、広島白愛社は 日本赤十字社広島支部に解消している。1893年には全国に先駆けて広島白愛病院内で看護婦養成を始めている。1894年日清戦争で広島大本営が置かれ平坦拠点となった広島において広島白愛病院は平坦病院を担った。増え続ける負傷兵に対応するため、 同年8月から同年10月までの間、広島陸軍予備病院一分社が置かれた。1930年代の地図。現在の病院敷地に新徳高等女学校が立地している日清戦争を契機として、1989年、日赤は全国師団所在地に病院建設を計画。1901年日赤広島は国体寺村に土地を取得し、 支部事務所を含む1904年勃発した日露戦争での救護事業費用によって日赤は財政難となったため病院建設自体はペンディングとなった。なおこの間その敷地には陸軍施設が置かれたり、1909年から1938年まで新徳高等女学校が置かれている。 病院建設計画が再び動き出したのは1933年頃と推定されている。満州事変勃発により、小病兵の収容と看護不育成のための充実した赤十字病院建設の必要性が高まったこと、平時には一般診察を行う大きな病院の建設が地元要望に上がるようになったためで、建設に再資寄付金や県の補助金を得ることができた。 一方、仙田敷地内にあった支部事務所は病院着工前にあたる1936年に猿学町の愛生い橋そばへ移転する。建物はもともと広島商工会議所として建てられたもので、南側が木造を2階建て、北側が鉄筋コンクリート構造を2階建ての古宿建築であった。1939年の航空写真、画像中央が日赤病院。 右側に広島公使の高知が見える。なお、現在は病院南側を走っている広島市道駅前、吉島線はこの時点では開通しておらず、南大橋の下位市も若干異なる。病院建設は新徳の移転に関連する用地買収問題から着工が遅れたものの、1939年日本赤十字社広島県支部病院として開業する。 設計は佐藤光一。思考は藤田組。この2社による設計。思考は山陽記念館以来に例目になる。本館、中央病棟及び北病棟ともに RC 作り地上を3階地下1階隔離病棟、看護婦生徒宿舎など付属施設が木造。当初設計では中央病棟の南側にも胸を作る予定で計画されていたが、 この時点では作られなかった。当時の中国新聞は、外観、内容ともに、地方稀まれなもの赤十字社広島支部病院、軍と広島としての一大異様と報道している。以上が1945年被爆時点での日赤広島支部であり、日赤病院である。1939年5月開院した日本赤十字社広島県支部病院は、同年8月には、 陸軍指定、広島陸軍病院、赤十字病院、1943年、広島赤十字病院に改称する。設立当初から、赤十字病院はあくまで陸軍の補助機関であり、会員当時日中戦争時下にあったことから、入院患者はすべて軍患者であった。外来のみ民間人が利用できた。ただ医師、看護師ともに、各地で従軍していたため病院内ではともに、 有資格者は不足していた。それを補っていたのが赤十字病院開設時に作られた救護看護婦養成部の看護婦生徒であった。お国のために男は兵隊、女は従軍看護婦という時代であった。病院内の人員は救護班、消防班、消毒班、諸務班、疎開班に編成され、それぞれを班長が統括していた。また、 陸軍の補助機関であった関係から、看護職においても女軍隊と揶揄されていたほどの厳密な回答性が惹かれていた。これが被爆後の医療体制を維持できた要因の一つである。1945年8月6日、広島赤十字病院及び日本赤十字社、広島支部は原爆に被爆し、大きな被害を受けた。支部事務所被爆前、被爆後、爆心地周辺のジオラマ、 右下の T 字橋が、あいおい橋でその他元に二つ並んで立っているのが、当時の日赤広島支部。爆心地から210メートルに位置した支部は、壊滅、木造部分は全壊、RC 部分は大破した。支部事務所では、職員19人あるいは15人が犠牲となった。そのため、日赤病院内に仮の拠点を設け、その後正式に移転している。 被爆後の広島赤十字病院。被爆後に正面に赤十字旗を掲げた。病院爆心地から 1.5km に位置した。RC 建物部分の本館、中央病棟、北病棟は爆風によって窓ガラスは吹き飛ばされ、病院内には崩れた壁、ガラス片、窓枠が散乱したものの外角は残った。木造建物部分は大半が半壊し、 被爆後の周辺火災によっている衣装した。RC 建物の3棟では、決死の消火活動によりる衣装は免れている。なお被爆後に訪れた日本政府調査団が原爆で、あると断定した根拠となった資料の一つに、日赤病院の観光したレントゲンフィルムがある。日赤病院が公表する、病院関係者のみの人的被害は以下の通り、 全開した寄宿者の下敷きになった多くの看護婦生徒は看護婦や他の生徒、軍患者の決死の救出活動によって救われたが、中には間に合わず累症により消死した者もいる。生き残った医師、看護婦、看護婦生徒は自らの負傷を脳の判断し応急処置を行い、直ちに救護活動を開始、それに動ける軍患者60人が手伝った。救護活動の中心は、 副院長兼内会長で後に院長に就任することになる、重藤文夫であった。爆心地2トル以内では、爆心に近い広島第一、第二陸軍病院本院や県立病院が壊滅し、過労う手病院として診療機能が残っていたのは、日赤病院と広島定心病院のみだったため、市街地における医療拠点の一つとなった。 日赤病院を目指した被爆者にとって、本館の塔は、格好の目印で観音様のように見えたと言い,い、後に命の塔と呼ばれた。翌7日、8日には、山口、岡山、鳥取の各赤十字病院から救護班が駆けつけた。医師、看護婦、看護婦生徒は、不眠不休で活動するも、医薬品はすぐになくなった。終戦後、 赤十字国際委員会中日主席代表だったマルセル・ジュノーは広島の惨上と救援隊の編成を世界に訴えようとしたが GHQ に反対された。ジュノーはその代わりに15トンもの医薬品や医療資材の提供を GHQ から引き出し、同年9月8日それをもって自ら広島に訪れ被害調査と被爆者医療を行った。ジュノーが持ち込んだ 医薬品で1万人以上が救われたと言われている。注意ここには被爆者の映像があります。ご覧になりたい方は、右端の表示をクリックしてください。メディアを再生する北側から撮影。復旧工事前。病院は戦後すぐから復旧工事を開始、その間の窓にはガラス代わりにむしろが垂れ下がり、冬には窓から入った雪が病院内に積もったという。 1946年12月から本格的な工事開始、1952年に復旧工事が完了した。1962年の航空写真、蒸気のものと比較。1950年代、原爆の後遺症に悩む被爆者は未だ多かった。佐々木貞子も日赤病院に入院していたが1955年、死去している。 1954年代後福竜丸被災を機に全国で被爆に対する関心は大いに高まった。そこで日赤は被爆者医療に特化した原爆病院を広島と長崎に設立することを決め、1955年計画を発表する。ただ、同時期に広島原爆障害対策協議会が治療センター建設構想を持っていたことから厚生省、日赤、 原体教など関係機関で折衝が行われた。そこで病院は日赤病院と同じ敷地に置き死を兼務するなど管理は日赤、運営は首と原体教が行う独立した病院とすることが決まり、1956年日本赤十字社広島原爆病院が開院した。当時の原爆病院で起こった悲劇をもとに1966年、 倉原よし監督映画、愛と死の記録が作られている。原爆病院は、被爆医療の中枢を担った。その使命から時には採算を度外視した、医療活動を行い研究部門は無収入で、被爆者の高齢化に伴い外来患者は減少し、ベッドの回転率が悪化していたことから、原爆病院のみでは経営は悪化していた。こうした中で病院の老朽化に伴い、 改築することになり、それに、日赤病院との経営の一本化が進められ、1988年新病棟を縦合併して、広島赤十字、原爆病院と解消した。1990年1989年、日赤は被爆し、築後50年に達した旧日赤病院建物を取り壊し、被爆の跡が残る窓枠とガラス片が刺さった壁を部分保存し、 広島平和記念資料館に寄贈する方針を公表する。そこへ、旧日赤病院は被爆直後の医療の最前線で、戦後被爆医療の象徴であったとして、市民団体により激しい保存運動が起こった。ただ日赤は方針を変えず、保存場所が具体的に決まらないまま取り壊し工事が始まった。1993年、日赤は病院敷地内に、 部分保存する方針を正式発表する。一方市民団体による保存運動の中で、広島市は、被爆50年目事業として、被爆建物の洗い直しをはじめ、民間で保存する場合は、市が助成金を出す、市被爆建物等保存、継承事業実施要項を制定する。その適用第1号として、旧日赤病院移行群が選ばれ、同1993年に、 日赤病院敷地東端の千田通り沿いにモニュメント保存された。そして病院の新たな改修に伴い病院内のモニュメントを南側の日赤広島支部敷地内に移し2013年広島赤十字原爆病院メモリアルパークとして整備された。以下赤十字原爆病院が公式発表する病院への交通アクセスを示す。メモリアルパークは 病院から道路を挟んで南側に位置する。現、中区小町及び袋町。日赤京都の新島八重が従軍看護婦として看護奉仕したのは別の陸軍予備病院。現大手町一丁目。佐藤光一は、広島市内で、いくつか仕事をしているが、2017年現在で、旧、日赤の移行軍と、第三洋史跡資料館の門のみ残る。藤田組は、 同時期に広島市内で広島貯金局福屋八丁堀本店を施行していた。予算の関係から規模縮小したため非対象となったと推測されている。そこには後に原爆病院が作られたことで佐藤の当初設計の形が実現した。さらに戦後、1952年の日本赤十字社広島県支部への解消を経て、1958年には、 仙田町一丁目に移転、2012年に仙田町二丁目の旧広島県赤十字血液センター社屋に移転し、現在に至っている。被爆当時は爆心地から近い過去町に所在しており、戦後宇品地区に移転し、現在に至っている。佐々木貞子は、広島原爆病院で亡くなったとする資料が存在するが、実際は、 原爆病院ができる前に亡くなっているため間違いである。広島原爆病院会員の後、日本赤十字社長崎原爆病院として会員。地元広島の自治体や医療関係者で結成された団体。ありがとうございます。